はい、今日はこの方の、反復切除手術と骨切り幅寄せ手術をします。じゃあね、で横から取ってくれるかな、反復が分かる、まあ、この方は軽い輪しばななんですね。ここの骨と軟骨が発達しているので輪しばななので、まあ、ここの出っ張ってるところを切り取って横から見て大体まっすぐになるようにしましょうということです。なのでピークがここですね。大体骨と軟骨の境目がピークです。こっから上が骨でこっから下は軟骨です。なので軟骨と骨両方を削ることになります。まあ、ハサミとのみを使って削ることになります。逆にわしばななんだけれどそんなに高くない人なんかはわしばなの上のね、このくぼんでるところをプロテーゼやヒアルロン酸入れてまっすぐにするっていうこともやるわけで、まあ、わしばなの治療って出っ張ってるところを削るか出っ張ってるところに合わせて他のところを高くするかって2種類やるんだけど、この方は、まあ、結構鼻が高くて目立ってるんで削って低くしてまっすぐにするっていうことをします。で正面から取ってくれる。でまあこうしてみるとあんまりわからないんだけど、ここを削ってまっすぐにするだけをやってしまうと今度ここが横に広がってるのが目立っちゃうんです。なので骨切り幅寄せ手術も一緒にやります。まああんまりここが広がってない人なんかは反復切除だけでもいいんですけれど、ここが大きく発達して出てる人ってだいたい横幅も広いです。この骨や軟骨が全体的に広がっているから。なので今日は骨切り幅寄せ手術も一緒にやります。骨切り幅寄せはこう外側骨切りをします。この上顎骨をこう切ります。で反復切除してるんでここは骨切れてるんで、まあ必要あればこの辺のみを入れてこうつなげてこの骨片をブラブラにして内側に寄せて、でギブスを2週間圧迫固定することになります。で局所麻酔でも全身麻酔でもできるんだけれど、まあ、局所麻酔でやる方が意外に出血が少なくて腫れが少ないことが多いので、この方は、まあ、特別全身麻酔でやりたいっていう要望じゃなかったんで、まあ、局所麻酔でやります。じゃあ準備していきます。はいよ。